ギターでいい音を出すための動画ということでやっていきたいと思います。こんにちは、ギタリストの松原よしみです。普段はいろんなところでライブをしたりレコーディングをしたり質問し放題のジャズギターのオンラインサロンをやったりしております。今回はですね、音色トーンの話をしていきたいと思います。ギタリストはこのトーンの話がね、大好きですね。はい、機材の話が大好きということもできるかもしれないんですけど、でも僕もライブを聞いてくれた人にですね、あのテクニックがなんといいですねとかなんか言われるよりは、本当にギターいい音ですねって言われるのが結構一番嬉しいかなと思うので、ね、やっぱいい音でギターを弾いていきたいですよね。音色大事だと思いますので、できる限りこれを見た人がいい音でギターを奏でられるようにしていきたいと思います。よろしくお願いします。音っていうのを構成するものとして、いい音で弾くっていうものとして、大きく分けると2つ要素があると思うんですね。1個が機材ですね。みんな大好き機材の話です。でもう1個が腕でございます。腕とか耳とか頭とか、その機材以外の部分、自分自身みたいな話なんですけど、で今回はその YouTube 動画では機材の話をメインにしていきたいと思います。みんな機材の話大好きですからね。はい。で、あと腕とかその自分の能力とかっていう、ちょっともうちょっと抽象的な話になるので、こちらをオンラインサロン限定の動画で、解説していきたいと思います。こっちの方が僕は大事だとは本当は思ってるんですけど、でもギターの場合は結構機材が占める割合も大きいのでですね、他の楽器に比べると。なので機材の話を YouTube やって、能力の話をオンラインサロンでやります。はい。で、オンラインサロンは概要欄からリンクがありますので、そっちで見ていただくか、あと YouTube のメンバーシップでも今オンラインサロンの動画が見れるようになっておりますので、よかったらどっちか入ってみていただけるといいかなと思います。で、今回はですね、この動画の企画の一部としまして、僕がずっと愛用してきましたこちらのボスの GT1 というマルチエフェクターがあるんですけども、2万円ちょっとで買える、すごい安い機材なんですけどね、素晴らしい機材なんですけど、こちらのマルチエフェクターの僕のセッティングのデータを販売したいと思います。ちょっとリクエストがあったので、それに応えて販売することにいたしました。僕が20年ぐらいですかね、ギタリスト人生でいろいろ四苦八苦しながら作り上げてきた音色をちょっとここに込めましたので、これを購入していただいて、この機材を買って、で僕のパッチも買っていただいて、でインストールすると僕と同じ音色に、一応なるかもしれないということで、よかったら概要欄から見てみてください。でこの話ちょっと詳しく動画の後半でやりたいと思います。はい。機材なんですけれども、本当にいろんな要素がありますけれども、アンプだったりギターだったりエフェクターだったりピック弦とか、あとピックアップとかね、あとギターの内部のね、素材の話とか、素材じゃねえや、部品の話とかもいろいろあるんですけども、僕が一個思うのは、このギタリストのいいところはですね、ある程度いい音を金で買えるっていうことだと思うんですよ。これがですね、ピアニストが、このピアノっていう楽器ね、素晴らしい楽器ですけど、これでね、いい音色を出せるようになるために、どんだけ訓練しなきゃいけないかっていう話なんですよね。サックスの人とかもね、そのサックスいい楽器使うんでしょうけど、もちろんで、そのいい楽器のポテンシャルを引き出すために、このここら辺の筋肉とですね、この辺の呼吸法と吹き方をどれだけ練習して、ようやくそのサックスでいい音を出せるようになるかっていう、その鍛錬の期間がどれだけ必要かっていう話なんですよね。難しいと思うんですよ、本当に。なんですけど、ギターの場合はもちろん腕の要素はかなりあるんですけど、でもこのいい音っていうのがあって、この中でこの腕と機材という項目が2つあるわけなんですけども、この他の楽器はこの腕の要素、腕の部占める割合がめちゃくちゃ大きくて、機材はちょっとだと思うんですよ、なんだかんだ言って。なんですけど、この ギターはですね、この機材の要素が結構大きいんですよね。いい機材買って、いいアンプとギターでこうを弾けばですね、初心者でも結構いい音が出せちゃうっていうのが、なんかギターのいいとこっていう気がするので、でこのいい音を出すためにね、ギターの各項目に関してね、知っておくのはいいことだと思いますので、一個一個では見ていきましょう。はい。こちらは木越ギターなんですけども、このギターの中でね、この音に影響するものっていうのが、もういろんなパーツとかがいろんな要素があるんですけども、ギター本体と、あとアンプ
にエフェクターでとかピックとか、このあとギターの各パーツですね、ピックアップ、ブリッジ、ポット、トーンポット、ボリュームポット、あとスイッチとか中の配線とか、まあ、あとこのペグですね、はい、こうペグね、このままここも音にまあまあ影響を一応するんですけど、その中でどういう順番でね、何が優先順位が高いのかっていうのをなんとなく僕の独断と偏見で、1から順に並べましたので、こちらをご覧ください。はい、上から1アンプ、2ギター、3エフェクター、4ピック、5アンプの電源ケーブル、6ピックアップ、7ブリッジ、8弦、9コンデンサー、10ポットスイッチ類、シールド、ペグ、ナット、配線材と、他全部10に並べました。ここはあんまり優先順位が高くないということですね。まあなんとなく下から見ていきましょうか。この10の中にシールドが入ってるっていうのが僕の個人的なポイントなんですけど、このシールドにこだわる方もまあいらっしゃるかなと思うんですが、まあこれ僕の独断と偏見ですよ。異論反論全然あっていいんですけど、僕はシールドはですね、あの1000円のかなりのやつで全然いいんじゃないかなと個人的にはちょっと思ってます。はい、で、あの僕はまあ4000円ぐらいの親入れを使ってるんですけど、まあこれをじゃあ10万円のにしたからそんなに変わるかっていうと、まあ他の要素の方がだいぶ大きいのかなという気は、しています。まあでもこのシールドもね、あの10メートルとか20メートルのシールドを使うってなったらいいシールドを使わなきゃダメなんですけど、そんなことないですよね。3メートルなんで、短いとそんなノイズが入る要素もそこまでないかなということなんで、あの400円ぐらいのねシールド使ってる人はまあせめて1000円のカナレにしましょうって言いたくなるんですけど、まあカナレ以上を3メートル1000円以上のシールドを使ってる人はまあ別にどれも似たようなもんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まああとこのポットとか、スイッチ類とかですね、あとこの中の配線材とか、このポットとポットをつなぐ線ですねとか、あとそのハンダもこう音が良くなるハンダとか、まあいろいろあるんだけど、まあ僕もその辺をあのいろいろねいじくっていろんなのに変えてね、あれこれやったことはあるんですけど、まああのこのやっぱ順位がね上の方のいいアンプといいギターをそもそも使うっていうところに勝るものはないかなと個人的には思ってるので、まあこの辺は10にまとめました。はい、で9のコンデンサーですね、これだけちょっと僕はあの優先順位はちょっとだけ上がるんですけど、コンデンサーは、もしやったことない人いたら変えて遊んでみたら面白いかもしれないです。このトーンポットの下についてるこのなんか変なちっちゃい部品なんですけども、これ変えると確かに音はなんとなく変わります。僕もあのアメリカ行った頃よくそれを交換していじってみるっていうのやってたんですけど、いろいろ変えるコンデンサーを一個買ってね、安いんでコンデンサー、僕はオレンジドロップってやつが好きだったんですけど、まあでもそれでもやっぱりまあ順位が上の方にはいかないですね。まあ別に何でもいいかなと最近は思っております。8弦、弦はちょっとは変わりますね。はい、僕はこの木越ギターはエリクサーを使ってて11を貼ってるんですけど、で、もう一個のエジマアーチトップギター、フルアコの方はトマスティックインフィールドというちょっとね高い弦を使ってるんですけど、昔はねずっとアーニーボールを使っておりました。アーニーボールもね僕はすごい好きな弦なんですけど、まあ弦はアコギほどはエレキギターの場合はそんなに差がないような気もするんですけど、安い弦しか使ったことないよという方はちょっと1セット2000円ぐらいの、ギターの弦を1回使ってみるのもいいかもしれません。はい、でこの弦にちょっと勝るんじゃないかなと思う差がこのブリッジですね。ここは結構これが何かによって差がありますよ。やっぱ弦が直接触れてるところなんで、それはね結構違うんじゃないかなと思ってますね。はい、これでまあフルアコとかだったらね、これエジマアーチトップギターなんですけど、これはあの木でできてますね。ブリッジがで木でできてるのと金属でできてるブリッジともあるんですけど、フルアコだとどっちもありますね。あのセミアコとかだと基本的にはここはあの金属でできてると思いますけど、まあこれも音に影響するんですけど、まあじゃ あの何に変えたら何より何がいいって言えるものでもなかったりするので、まあ好みに完全になりますよね。まあだから影響はするんだけど変えたからって良くなるものではないっていうのもあの個人的には思います。まあギターをもうそもそもね作る時点でそのギターに最適なブリッジを選んでるっていう一応前提だと思うんで、まあ別にそんなに気にしなくてもいいんじゃねっていう、変えたから良くなるって決まってるものでもないよっていう感じですね。はい、で6のピックアップ、はい、ピックアップはまあ
まあ一応ちょっとは影響はあるでしょうというところです。僕もあの記号式ギターはあのこっちのピックアップにしてくださいって、お願いしたことがあります。こっちはあのフローティングなんでね、あまりピックアップの選択肢はないんで、これはケント・アームストロングなんですけど、はい、ピックアップ、まあでもこれもつけてみるまで分かんないんですよね。ピックアップも交換とかする したことある人いっぱいいらっしゃると思うんですけども、まあ、これもピックアップ乗せてみて現場で実践で使ってみて、まあ1ヶ月ぐらい使ってみないと本当にいいのかは分からないということで、まあ、うん、好きなピックアップがあるならそれに乗せ替えてみるのもありかもしれないけど、これも結局良くなるかどうかは分からないというところなんですけども、必ず良くなるよって僕が自信を持って言えるのはこの5番のアンプの電源ケーブルです。これはですね、はい、ほとんどの方が使ってるアンプの電源ケーブルはこういうのだと思います。パソコンの電源ケーブルと一緒ですよね。はい、これアンプに絶対ついてくるものだと思うんですけども、これをですねこういうものに変えるんですよ。はい、これは確か1万円ぐらいだと思うんですけど、でも1メートルなんですよね。ちょっと高いんで僕あの2メートル3メートル買えなかったんですけど、これで1万円です。これに変えるだけでかなり良くなりますよ。あのまあね、こっちはね、多分買ったら100円から300円ぐらいで買えるものだと思うので、それを1万円にするからいいに決まってるじゃんって感じではあるんですけど、これはねやったことない方が結構多いんじゃないかなと思うんですけども、やってみるとだいぶ変わるんでおすすめです。家のコンセントにねを挿すだけなんで何が違うんじゃって話なんですけど、かなりねなんかパワーが増す感じがしますね。まあ、でも僕もこれをじゃあライブの時に毎回持ち歩くかっていうとそんなことはしなくて、あのレコーディングの時だけですね、アルバム作る時だけはこれをスタジオに持ってって使うんですけど、ツアーの時とかもやっぱ使わないですね。持ってってもいいんだけど、まあでもちょっとめんどくさいっていうことで、やっぱりその行った先の会場の音環境とかっていうところの方がはるかにやっぱ要素としては大きいかなと思うので、まあスタジオで繊細な作業をするときだけ使うという感じです。まあでもやったことない人、よかったらお試しあれ。5000円ぐらいの、あのこの電源ケーブルもあるんですけど、そういうのでもかなり良くなると思います。はい、4、ピック。僕が今使っているのはジムダンロップの305プライムトーンシャープというやつですね。3ミリのちょっと分厚いやつで、僕はこれは、今もう5、6年使ってますかね。これは弾きやすいなと思いますね。ちょっとね、落としやすいっていう難点はあるんですけど、僕はもう今これですね。で、過去に使ってたのは、こちらのプレック、ダンドレアのプレックというやつの、これは一番基本のモデルかな。はい。これとか、その前はあのジャズ3ですね。赤いやつ、赤くてちっちゃいやつ。あれとか使ってた時期もありましたけども、ピックは、いろいろあるんですけど、安いんで、1個100円とかなんで、いろいろいっぱい買ってね、あの1枚ずつ試してみるっていうのもなんとなくおすすめかなと思います。ピックはやっぱね直接弦に当たるところなんで、ピックでの音色の差っていうのはかなり、あるんじゃないかなと思ってますね。ピックによって、その、まあ、プレイアビリティのところ、弾きやすさとか演奏にも直結するところなんで、まあ、音以外にも影響するんですけども、まあ、音ってのもね演奏全体含めて音みたいな感じなんで、まあ、なるべく弾きやすくて自分として音がいいなと思う、まあ、この辺の音がめっちゃ良くてもね弾きにくかったら微妙なんで、まあ、この辺のなんかバランスをとってピック選ぶといいんじゃないかなと思いますけど、まあ、このジムダンロップもしよかったら使ってみてください。まあ、ちょっと落としやすい初心者向けじゃないかも。これとかはいいかもしれない。プレックと、あとまあちょっとこのちょっとちっちゃめのねこういうやつが大体ジャズには向いてるのかなという感じですけど、まあ、ジャズ以外でも大体こうですよね。あのアコギで弾き語りジャカジャカっていう人以外はちょっと細かい演奏をする人はちっちゃいピックを使うことが多いかもですね。はい、3、お待ちかね、エフェクターでございます。僕はエフェクターに関してそんなに語られるほどはもう知らないんですけど、なぜならもうマルチ派になっちゃったからなんですよね。マルチエフェクターを使い出してもう10年ぐらい、僕の場合は経っております。はい、で、アメリカにいた頃は、20代前半の頃はコンパクトエフェクターをこう並べて使ってたんですけど、日本帰ってきてですね、あのこの一番上のアンプのところにも関連するんですけど、ジャズコーラスと、ローランドのジャズコーラスっていうアンプが
至るところに置いてあるんですよね。ライブハウスにもあるし、スタジオにもあるしというところで、そのジャズコーラスで演奏しなきゃいけないっていう機会が結構多くなって、それでジャズコーラス対策として僕の場合はエフェクターをマルチに変えました。でマルチに変えると、このマルチにはね、あのアンプシミュレーターが入ってますので、でジャズコーラスのアンプの部分は使わずに、後ろのあのセンドリターンのところにこう挿してですね、スピーカーだけ使うというような使い方ができるので、アンプ部分は使わないと。でアンプはマルチエフェクターのアンプシミュレーターの方で音を作るっていうことができるの で僕は JC 対策という観点でマルチエフェクターに変えました。まあなんですけど、まあマルチね、あのよくわかんないとかあんま好きじゃないっていう人もまあ多いと思うので、これは何でもいいんですけど、何でもいいというか、それぞれでね、人でが決めればいいんですけど、まあでもエフェクターはかなり、音には影響しますよね。はい。で、このエフェクター何を選ぶかとか、エフェクターのつまみをね、どうするかっていう、どの辺で設定するのかっていうところが、結局一番重要で、そうなると今度エフェクター機材っていうよりも、その何をチョイスするかっていう自分の能力の方になってきちゃうので、この動画の後の話になるんですけど、エフェクターはやっぱ重要ですね。はい。で、僕はこの BOSS GT1 と、なのでエフェクターはやっぱ重要ですね。だから僕はこの BOSS GT1 をずっと使ってて、まあすごい満足だったんですけど、最近は、ちょっとバージョンアップしまして、フラクタルっていう、ちょっと高めのね、マルチエフェクター使ってますけど、これとフラクタルを使い分けて、あの、現場によって使い分けてるという感じです。はい。で、2位のギターと1位のアンプ。これはもうどっちも1位みたいなもんなんですけども、どっちかっていうとアンプの方が重要かなと。ギターが微妙でもアンプが良ければ結構いい音しますし、まあなんですけど、ギターがどんなに良くてもね、アンプがしょぼいと、なかなかいい音作るのは難しいという、僕の印象です。で、アンプに関しては、あんまり、こう自分のアンプを絶対どの現場でも使うことができるっていう人はそんなに多くないと思うので、大体行った先でアンプを何か、行った先のアンプでどうにかするっていうのが結構ギタリストに求められる技量だったりもするので難しいとこなんですけど、まあ、あの僕は DV ジャズ12を使っております。マークベースのね、 DV ジャズですね。はい。これすごく軽くて音も良くて持ち運びも楽だし、いろんなスタイルで使えるアンプだなと思ってます。あと他に好きなアンプは、フェンダーのデラックスリバーブかツインリバーブですかね。あとは PB クラシック、僕アメリカ行った時これ使ってたんですけど、 PB クラシック3050、あと PB のバンディットっていう112かな、はい、あの真空管とトランジスターのアイノコみたいななんかアンプがあるんですけど、それも僕は好きですね。まあで、あんま苦手なアンプがだから先ほど言ったローランドのジャズコーラスなんですけど、はい、まあなんですけど、あのマルチエフェクター僕は使い出したので、ジャズコーラス苦手病はちょっと克服、自分的にはできました。なんとか、はい、ジャズコーラス行った先であったら、ああ大丈夫だなと、ちょっと安心するという感じにね、最近はなりましたね。はい。でギターは、まあもう好みだし、それぞれの予算もあるので、何を使うかっていうところをね、お財布と相談しながら決めていくことになるんですけども、まあ僕は個人的にはあの予算が許すのであれば、あの個人ビルダーが使ってるギターの方が、何々だ、木越ギターとかエイジマーチトップギターとか、あそこにかかってるアコギの小林ギターとか、なんかその人名前がついてるやつですよね。あの日本以外にもマルキオーネとかいろいろあるんですけども、ちょっとあの大量生産的なこう大手のギターじゃない方がなんとなくやっぱクオリティは高いんじゃないのかなと、個人的にはやっぱちょっと思っておりますね。やっぱそのビルダールシアっていうんですけどね、ギター作る人のまあなんか個性とかが思いっきりこう出てて、なので好き嫌いもすごくあると思うんですけど、自分に合った、自分の演奏とか自分で出したいサウンドに合ったそのルシアさんと出会えるとですね、やっぱいいギター人生が僕は送れるんじゃないかなとなんとなく思いますね。でもギブソンが好きだとかね、いうもう確固たる何か好みがあればもう全然それで良いし、ヴィンテージサウンドが好きという人はなかなか新しいそのギターでは出せないそのちょっと枯れた感じのね、あの往年のジャズギターみたいなサウンドを出すっていうと、やっぱちょっとそのギブソンのまあヴィンテージ寄りのものを使った方が
いい、やっぱそういう音がね、出せますしね、ギブソンの音はやっぱギブソンにしか出せないみたいなの、フェンダーの音はフェンダーにしか出せないみたいなのもやっぱあるので、まあ結局好みの世界になるんですけど、僕はね、あんまヴィンテージギターがそんなに好きじゃないんで、ルシアさんが作ってる新しいギターを僕は使わせていただいてますけど、まあこのギターに関しては自分の好みって何なのかっていうのを、まあすごくこう、突き詰めるところなんじゃないかなと思います。どんなサウンドが出したいかというとこですよね。その辺を自分と対話してみて、どんな音が好きなの、どんなのが出したいのっていうところで選ぶっていうことですね。この結構やっぱ結局ギターによってトーンのキャラクターがかなり決まっちゃうところはあるので、うん、この辺は大事ですね。自分の好みを自分に聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。音に影響するもの、機材編ということで見てまいりました。まあ一番新しいのはこの、はい、いかがだったでしょうか。音に影響するもの、機材編ということで各項目を見てきましたけども、まあなんか新しい情報として一番自信を持って言えるのはこの5番のアンプの電源ケーブルですね。よかったら本当にやってみてください。驚くと思いますので。はい、この後ですね、このボスの GT1 のセッティング、この販売する僕のセッティングの各項目を見ていきたいと思うんですけども、このまあどのギターをこれに挿すかっていうところでね、だいぶ変わるっちゃうので、まあ僕のセッティング買っても意味ないっていう可能性もなくもないんですけど、まあでも一応ね、いろんなギターに対応できるような感じでいくつかパッチを作りましたので、で買ったインストールした上でそれをちょっと微調整してもらえれば、いろんな状況に結構適用できるんじゃないかなと思っております。でちなみに今回使ったのはアンプは DV マークジャズ12 です。でギターはここにかかっている木越しギターと、こちらの江島アーチトップギターと、こちらのギブソン ES335 ですね。はい、ギブソンメンフィス2016年のモデルです。ギブソンコンテストでいただいたギターなんですけど、長いこと弾いてないんですが、これの3つのギターを使ってパッチをそれぞれそのギターに合うように作ってみました。はい、で1個目のパッチが木越しギター用なんですけど、木越しクリーンと、で2個目が木越しドライブというふうになってるんですけども、木越しギター用にセッティングしたパッチになってます。まあ木越しギター使ってる人そんなにいらっしゃらないかなと思うんですけども、まあ、テレキャスですね、テレキャスとかシンラインとか、まあ、あとセミアコっていう風に捉えてもいいかもしれません。そういうギター用に、合わせてあります。で僕は結構ドラムがいる場合はかなりリバーブとかディレイはまあまあ強めにかけます。でそうしないとドラムのこうちょっとシンバルにね、ギターの音は結構吸われちゃうんで、僕はディレイは結構強めにかけるんですけど、だからドラムがいないセッティングになったセッションの場合はかなりこうもうちょっとディレイとかね、リバーブを減らすんですけれども、その部分に関しては買ってもらった人用に動画があるので、そっちを見てもらえればと思います。で3番目が江島アーチトップ用のパッチですね。はい、江島クリーンとなってるんですけども、江島アーチトップはこのすごい生音重視のフルアコになっておりまして、ピックアップもフローティングなんですよね。だからこれと似たようなギターをなタイプを持っている人とか、あとまあフルアコでちょっと生音重視っぽくしたいよという人はこのセッティング使えるんじゃないかなと思います。ちょっとディレイとリバーブもこの場合は抑えめになってるんですかね。はい、でこちらのギターは使ってる人も多いんじゃないかなと思います。 ES ギブソン335でございます。セミアコですね。はい、でこれ用のパッチが3つ、335クリーン、335ドライブと335デュオっていう風になってるんですけども、クリーンとドライブは、ドラムがいる時用ですね。はい、ちょっとリバーブ強め、ディレイ強めで、で音がちゃんとバンドの中で抜けて出てくるように明るめの音作りにしてあります。で335デュオっていうのがドラムがいないセッティング、ギターデュオとかで使えるようにして、ちょっとディレイとリバーブを抑えて、少しこのギラつき感も抑えたようなセッティングになっております。はい、ではこの後ですね、各パッチを各ギターで弾いたのを、実際の音を聞いていただきたいと思います。ちゃんといいマイクといいプリアンプを使って撮りましたけれども、音の加工は一切しておりません。アンプの前にマイクを置いてそのまま撮っただけの音になっております。もし気に入った方はよかったらリンクから飛んでみてください。
はい、いかがだったでしょうか。最後まで見てくれてる人いたらありがとうございます。で、まあいい音を出すのね、ギターで大変なんですけども、すごいやっぱ楽しいんですよね。ここをあれこれ探求していくのは、まあ、ギターという楽器を選んでいる人のまあなんか特権といいますかですね。すごいこうギタリストは集まれば機材の話をして、エフェクターの話をして、そのギター何ですかって言ってね、話すので、機材の話はですね、友達が、新しい友達ができるきっかけになったりもしますので、まあいろいろこれあれこれ機材に関して悩んでいろいろ試していくっていうのは
一生もののギタリストのに与えられた楽しみだと思いますので、皆さんいろいろ機材今後も研究していい音を追求していっていただければなと思います。でも、機材だけじゃなくて能力の方も大事なんで、この後の動画でオンラインサロン限定で能力編ということで、音に影響するもの能力編ということですね、同じように各項目見ていきますので、いろんな項目ありますので、よかったらそっちもチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。